の大エース田中将大投手、投げ勝っての3勝目、いかがですか。そうですね、あの隣にいる阿部さんがホームラン打ってくれたんで、もうその1点でなんとか、今日も試合決まるんじゃないかと思って必死に投げてました。前回は三回途中での降板という悔しい結果だったと思いますが、そんな中で今日はどんな思いで入っていきましたか。そうですね、もうチームは違うんですけど、オーチェヘッドからチャンスあるから次やり返すと言われたので、もうそのやり返す感じで、1週間調整しました。特に4回ランナー2人目を高め、あそこダブルプレーを取れたのが大きかったんじゃないですか。そうですね、あの阿部さんのおかげです、ありがとうございます。なんか今日の登板を自信にできるゲームにしたいと試合前おっしゃってましたけれども、そのあたりゲームを終えていかがでしょうか。はい、まだ時間はないんですけど、良かったと思います。はい、今日の勝利で3勝目ということになりました。次のゲームに向けて一言お願いします。はい、次も頑張ります。応援よろしくお願いします。まずは小笠原投手でした。そして見事な決勝ホームラン、阿部俊樹選手です。ナイスバッティングでした。こうして迎えた第2打席でしたけれども、あの打席の狙いというのはいかがでしたか。いやー、すごい踏まれてしまったので、なんとか粘ろうと思って、打てて良かったです。ライトスタンド一直線でしたけれども、手応えというのはいかがでしたか。そうですね、まあ、あんなに飛んでるとは思わなかったので、まあ、入ってくれて良かったです。はい、ご自身、ここ5試合で、4試合でマルチ安打と好調なんじゃないですか。たまたまです、はい、先ほどありがとうございましたと小笠原投手からありましたけれども、セカンドから見てピッチングというのはいかがでしたか。いや本当に、いつも、頑張ってくれてるので、今日も頑張ってくれてたので、なんとか1点というので、はい、できてよかったです。はい、今日からカード6連戦が始まりました。明日以降もゲーム続きます。明日に向けて最後に一言お願いします。またチーム一丸となって勝てるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。